ニモカ。ニモカ。ニモカは、西日本鉄道、西鉄の完全子会社である、株式会社ニモカなどが発行する、九州地方を中心とした各地域の鉄道、バス事業者で導入されている、サイバネ企画の IC カード乗車券ある。2008年、平成20年5月18日、西鉄において、サービスを開始した、非接触型 IC カードで、鉄道、 バスの乗車カードに加え、電子マネーとしても利用できる。導入当初は、西鉄電車、西鉄バスの乗車カード及び西鉄グループの商業施設における電子マネーとしての性質が強かったが、大分別会社を設立、詳細別記、熊本、宮崎、函館に展開するなど、近年は西鉄グループ以外、さらには九州以外でも導入が進んでいる。 エリアの拡大にあたっては、導入エリアを単純に拡張するのではなく、新たに交通系、IC カードを導入する地域へシステムをパッケージとして提供する形で、サービス展開を図っているのが特徴といえる。二0 1年、平成二22年三月十三日から、守護課、JR 九州、早課、県、福岡七課鉄、追加、JR 東日本、東京モノレール、 東京臨海高速鉄道他との総合利用が開始2013年平成25年3月23日には交通系 IC カード全国総合利用サービスにも加わりパスもマナコとかピタッパアイコカ、キーとかと総合利用を開始している名称の由来はニースマネーカードの略 NI は西鉄の NI を兼ねているとバスにも電車にも 買い物にもいろいろ使えるオールラウンドなカードという意味が込められている。サイバネ企画を採用した IC カードの中で最初にタク間におけるバス定期乗車券の機能を搭載する。カードの裏面の右下に記載の番号は NR で始まる15桁の英数字である。イメージキャラクターはフェレット。特に名前は付けられていない。デザインはスケアクローマンやモダンペッツで知られる。 プレイセットプロダクッツ、フェレットは2008年、平成20年6月5日、東京、国立代々木競技場、第一体育館で開催された映画、インディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国のジャパンプレミアのレッドカーペットに、大阪、道頓堀の、クイダオレタロウや中日ドラゴンズの、ドアラと並んで、インディ・ジョーンズのトレードマークである、帽子と、無知を携えて登場した。 発行枚数は2016年、平成28年10月18日に300万枚を突破した。以下の各鉄軌道、バス事業者が導入している、一部路線のみの導入の事業者も含む詳細な利用範囲は後実。天神大牟田線、太宰府線、天城線の全61駅ではサービス開始当初から導入し、貝塚線各駅では 海図会で接続している福岡市地下鉄の IC カード、早川県とにもかの相互利用開始に、アワル型で2010年、平成22年3月13日にサービス開始した。IC カード対応の新型自動改札機、緑色でのみ通れるようになっており、従来の自動改札機、青色は IC カード非対応であるため通過できない。にもか対応。 機体用の自動改札機が混在している。改札口では、このように色での区分のほか、新型自動改札機の下部と手前に、にもか対応のステッカーを掲示することで、識別できるようにしている。自動改札機が設置されていない、駅並びに、無人駅では、出入り口にある IC カード専用の簡易改札機にカードをタッチすることになる。串源駅など一部の小駅では、 ニモカ導入当初に新型自動改札機が導入されず IC カード非対応の自動改札機の手前に簡易改札機を設置していたが現在は新型自動改札に交換され簡易改札機も撤去されているこの場合ニモカでの入り出場時は簡易改札機次期券での入り出場時は自動改札機と使い分ける形となっていたニモカエリア内では 残額が初乗り運賃に満たない場合でも入場できるが、残額が10円未満の場合は入場できない。天神大牟田線、貝塚線の一部の駅、春日原駅、西鉄久留米駅、試験場前駅、大善寺駅、西鉄柳長場駅、貝塚駅では、にもか利用者を対象とした駐車料金割引サービスが行われている。駅周辺の指定駐車場利用日に、 西鉄電車を利用した場合に適用対象となり、割引額はいずれの駅も200円となっている。熊本市電全線で利用可能。2014年3月28日に電電二もかの名称で導入している。同局では1998年より市営バス2014年度限りで廃止、熊本都市圏の民営バスと共通の時期式、プリペイカード、 ツークマカードを導入していたが、これの代替として IC カードを導入するにあたり、カード事業者の公募を行ったが、応募したのは株式会社ニモカ一社だけだったため再公募を行った。しかし、結局同社以外の応募はなく、ニモカが採用されることになった。交通系 IC カード全国総合利用サービスにも対応する。熊本市電は、 運賃が、全線均一で整理券は発行しないが、荷物カを使用する場合は、入り口の IC カードリーダーにタッチして乗車し、降車時に運賃箱に設置された IC カードリーダーにて生産処理を行う。通熊カード同様、唐島町限定での20分以内の AB 系統装を乗り換え時には、乗り換え券の発行を受けずに、カードでの乗車。 生産処理のみで運賃が通算されるほか、市電同士を60分以内に乗り継ぐ場合は大人20円の乗り継ぎ割引が受けられる。2014年10月1日より定期券が電電にもかに移行した。熊本市電では、熊本県内の私鉄、バス各社が導入している、熊本地域振興 IC カード、通称、熊門の IC カードも利用可能である。 熊本都市圏の民営バス各社は導入コストが抑えられることや、独自のポイントサービス付与が可能であることを理由として、市電と異なり県内限定の独自 IC カードを導入した。その後、2015年8月7日に、熊本市電、熊本にもかエリアで熊本の IC カードの型利用を開始し、2016年3月23日より、交通系、 IC カード全国相互利用サービス対応カードの熊門のイカードエリアでの型利用を開始してエリア限定相互利用の形となっている筑豊電気鉄道全線全駅で利用可能2015年3月14日に導入した熊本市電同様乗車時及び降車時に車内の IC カードリーダーにタッチして生産する導入と同時に 定期券もニモカでの発行に変更されているほか、以下の独自サービスを導入している。函館市電全線、全駅で2017年、平成29年3月25日に、アイクスニモカ、イカス、ニモカの名称で導入。熊本市電、筑豊電鉄同様、乗車時及び降車時に、車内の IC カードリーダーにタッチして制する。これは、 函館バスとの共通利用を前提として、函館市が実施した IC 乗車券委託事業者を選定する公募型プロポーザルで、ニモカ、西鉄、西鉄エムテック、西鉄情報サービスの4社による企業体が選定されたことを受けて導入されるもので、2017年3月15日以降、函館市企業局交通部長者と函館バスの営業所や案内所、 指定の取扱店などで発行される。また、無記名式カードの社内販売は、サービス開始当日からの対応となる。ネーミングは、函館市電で導入されていた、磁期式乗車カード、イカスカードの名前をまえたもので、アイクスは、インテリジェントカードシステムの略とされている。アイクスニモカを含むすべてのニモカでの利用時に、以下の乗り継ぎ割引が行われる、ニモカ以外の交通系。 IC カードでは適用外。なお、函館ハイカラ港については、全国交通系、IC カードの内ピタパでの利用に対応しないほか、乗り継ぎ割引機が適用されない。導入からおよそ1ヶ月後の4月23日時点での発行枚数は、函館市交通部が1934枚、函館バスが4188枚で、その他の交通系、IC カードを含めた、 カード利用率は、函館市交通部が約10%、函館バスが約7%となっていたが、現在は工述する i c 定期券の導入や各種施策によって利用率が増加傾向にある。西日本鉄道並びに分離し会社、西鉄バス参照のすべての一般路線で使用可能で高速バス、西鉄高速バスは近距離路線、工述のみ利用できる。 コミュニティバスは、太宰府市のマホロバ号、中川市の川瀬見バス、春日市の弥生号、宗方市のふれあいバス、大野城市のマドカ号、小郡市の七夕ふれあい号、木山町の木山コミュニティバスケア機台、高島線が対応している。対応車両には順次、全面下部と乗り口横に、それを示すステッカーを重付した。しかし全車対応が完了した現在では、 全面のステッカーの新規調布をせず、側面のステッカーも、相互利用を告知するものに改めている。定期券類のニもか対応は、2009年3月16日の福岡地区を皮切りに始まり、11月9日に完了した。バスカード、余裕、ネットカードで導入されていた乗り継ぎ割引制度は、ニもかにもそのまま引き継がれている。昭和自動車、 昭和バスでは、一般路線、糸島市、コミュニティバス、大地コミュニティバス、広田キスクールバス、乗り合いタクシー路線を除く及び高速バス、糸、島号から号、今里で、使用可能。福岡地区及び高速バスでは2010年、平成22年2月27日から、西鉄グループ以外の交通事業者として、初めて導入し、佐賀地区では2018年、 平成30年3月12日から導入している。佐賀県内の唐津大手口バスセンター、唐津営業所、今里営業所では2017年9月4日より、佐賀県オリジナルデザインの筒にもかを発売している。2018年8月21日より、西鉄や JR 九州バスなどで採用されている、乗り継ぎ割引機を導入した。にもかを使い、同一停留所で、 昭和バス同士を90分以内に乗り継いだ場合は、乗り継いだ後のバスの運賃が8円割引される。乗り継いだ後の運賃が180円未満であった場合は100円になる。糸島市内路線200円均一は対象外となる。昭和バスの定期券はにもかに搭載できない。大分市内を中心にバスを運行する上機三社では、株式会社にもかや大分の自場企業らと、 共同出資し、システムの管理運営を行う、大分 IC カード開発株式会社を設立。メジロンにもかの名称で大分交通、大分バスでは2010年、平成22年12月26日より、亀の井バスでは2011年、平成23年3月20日よりそれぞれ導入した。三社の一般路線の他、大分交通の運行する空港連絡バス、エアライナー、 スケウスライナーでも利用可能、ノースライナー、ユーフイン高速リムジンバスでは利用不可。当初はクレジットカード機能付きのものを除き、大分県の応援団取りであるメジロンを入れたオリジナルデザインのカードを発行していたが、在庫がなくなって以降、案内上ではメジロンニモカの故障を残しながらも、西鉄などと同一デザインのニモカを発売している。ニモカを使い、 同一停留所で、上記三車バス同士を60分以内に乗り継いだ、場合は乗り継いだ後のバスの運賃が60円、割引される。乗り継いだ後の運賃が160円未満であった、場合は100円になる。北バスでは、同社の運行する高速バス全路線と、北市内循環バス、北走り号で、利用可能。2009年7月24日に、福岡北線、 北郷に、ニモカを導入した。導入当初は、北発の朝の3便と福岡発の夕方から、夜の3便が利用できなかったが、2012年3月31日より、これらの便でも利用が可能にいったため、現在は、全便で利用が可能となっている。すでに、西鉄バスにおいて、ニモカが利用可能なエリアに乗り入れていた久留め浮派した。 高塚間と朝倉街道を破棄した高塚間の急行路線でも利用が開始されたが、2012年と2013年に、これらの急行バスが廃止された。JR 九州バスの直方線、宮若市、コミュニティバスを除くで利用可能。2013年、平成25年4月1日に当時運行していた、駅バス福丸を含めて導入された。 JR 九州バスの親会社である九州旅客鉄道では独自の交通系 IC カード守護課を導入している。相互利用により守護課でも利用可能であるが守護課のポイントサービスの対象とはならない。にもかを使い同一停留所で JR 九州バス同士を60分以内に乗り継いだ場合は乗り継いだ後のバスの運賃が80円割引される。 乗り継いだ後の運賃が180円未満であった。場合は100円になる。宮崎交通では一般路線全線で利用可能である。2015年平成27年11月14日に導入された。宮崎交通では2002年から独自の IC カード、宮古、バスカを導入していたが、交通系 IC カードの全国総合利用を行うためににもかに切り替えることとった。 定期券、UU パス、宮崎市経路バスカを含めて2015年度中に、ニモカに移行した、2016年3月31日までは、ニモカ、宮古、バスカの併用が可能であった。ニモカを使い、同一停留所で、宮崎交通バス同士を90分以内に乗り継いだ、場合は乗り継いだ後のバスの運賃が30円、割引される、運賃100円の区間は除く。 ニモカ導入開始時にオリジナルデザインの宮古ニモカを枚数限定で発売したが、それ以後は西鉄などと同一デザインのニモカを発売している。探し A バスでは2017年平成29年2月16日より全線において導入された。2018年平成30年3月1日より定期券もニモカでの発売となった。昭和バスと 同様、2017年9月4日より、佐賀県オリジナルデザインの、筒にもかを、佐賀駅、バスセンターと交通局局舎で発売している。当面の間は通常版のにもかと、並行して販売する予定。にもかを使い、同一停留所で、佐賀市営バス同士を60分以内に乗り継いだ場合は、乗り継いだ後のバスの運賃が50円割引される。 函館バスでは2017年、平成29年3月25日に、函館市電と同時に、アイクスにもカを導入した。市電との乗り継ぎ割引、前述のほか、函館バス同士の乗り継ぎ割引、同一停留所及び乗り継ぎ指定停留所60分以内に、乗り継いだ場合、前後のバス運賃のうち、安い方の運賃から50円を引いた、額、最大160円を、 割引が適用されている。西鉄グループが運行に関与する以下の金、中距離高速バス、特急バス路線、予約が不要な路線で利用可能。インは西鉄グループ運行分のみにもかに対応。西鉄タクシーグループ各社のうち、福岡西鉄タクシー、柳川西鉄タクシー、久留米西鉄タクシーがにもかに対応している。 いずれもにもかでの料金支払いが可能であるほか、ポイントサービスがある。久留米西鉄タクシーでは2009年5月18日より導入した。導入するのは、久留米西鉄タクシーが保有する小型車、両前172台、都市業所の16台は除くとなっている。福岡西鉄タクシーは同じく、福岡市内の東、 福岡西鉄タクシーと共に2012年7月1日に導入した。その後、東、福岡西鉄タクシーは、福岡西鉄タクシーに吸収合併された。柳川西鉄タクシーは2015年12月21日に導入。この他西鉄グループ以外で導入しているタクシー、事業者がある。また、守護課との相互利用として利用可能なタクシー事業者も、ある。 商業施設については、西鉄電車各駅、西鉄天神高速バスターミナル、久留米バスセンターの売店や、西鉄ストアスピナスピナマートなど、西鉄グループの商業施設を中心に順次、対象店舗を拡大している。また、西鉄グループ以外でも博多大丸、福岡天神店及び、福岡空港店、福岡三越、岩田屋、本店、福岡パルコ、 一部店舗などの天神地区の商業施設や天神大牟田線沿線の再び福岡や福岡、ドーム、ポイント付与の対象外などでの利用を拡大している。コンビニエンスストアでは福岡県、大分県内のローソンに導入している。また、ショッピングサービスでも、守護課、早課県、スイカなど、全国総合利用サービス対応カード、ピタパを除くとの共同利用を行っており、 各 IC カードの利用可能な商業施設でも利用可能となっている。2014年7月22日から w e i u の支払い決済にピタパンを除く他の全国総合利用サービス対応の交通系電子マネーと共に利用できるようになった。以下の種類があるクレジットカード機能のないにもか、西鉄電車、バスの定期券、エコルカード、ヒルパス、 ヒルパスロンググランドパス65、特パスを含むを搭載することができ、県面に区間及び期限が印字される。昭和バス、相互利用他社の定期券は搭載できない。ただし、西鉄電車、地下鉄連絡定期券など一部を除く。小学生以下を対象とした小児用カードと、障害者、身体障害者手帳、療育手帳、 精神障害者保険福祉手帳所持者を対象とした障害者用カードの設定がある。定期券発売所などでのみ購入でき、所定の申し込み用紙に住所、氏名、電話番号、生年月日などを記入し登録することが必要。小児用カードは、にもか導入前事業者及び相互利用対応の各事業者にいて、小児運賃で運賃が引き去られる。 障害者用カードは、鉄道、バス利用時に障害者手帳を提示しなくても、自動的に割引運賃で運賃が引き去られるが、相互利用、返利用の他社では利用できない。にもかは記念カードを定期券や記名カードにすることができる。ただし、デザイン、にもかとして発売されたカードを除く、口実。クレジットカード機能のあるにもか、各銀行のクレジット一体型キャッシュカードに、 にもか機能を追加したカードを含む、西鉄電車、バスの定期券など、にもかスターにもかと同様に、定期券を搭載可能で、カード裏面に区間及び期限が印字される。クレジットの有効期限到来に伴う差し替えについては、取扱窓口で、新旧カード両方を提示し、旧カードから新カードに、チャージ残高を含むデータの移行を行うことで、 新カードのアクティベーションが行われる形となり、その時点で新カードが利用可能となる。デビットカード機能のあるニモカ各銀行のデビットカード一体型キャッシュカードにニモカ機能を追加したカード。西鉄電車、バスの定期券などニモカスターニモカと同様に定期券を搭載可能でカード裏面に区間及び期限が印字される。表面に 任意のデザインを施すことのできるにもか、企業、団体などが記念カードやイベント用カードとして制作することを目的としており、法人からのみの受付で500枚以上での申し込みが必要。チャージ額は申し込み者が任意に設定可能。デポジットはない。記名式カードにしたり、定期券を搭載したりすることはできない。J リーグアビスパ福岡ではファンクラブ、 アビゴの会員証の一部をニモカ月会員証、アビスパ、ニモカカードとして発行していた。J リーグ全試合対象観戦記録システム、ワンタッチパスに対応している。アビスパ、ニモカカードの新規発行は2016年シーズン、限りで終了しているが、それ以前にアビスパ、ニモカカードを使用している、ファンクラブ会員は継続使用できる。ニモカ月学生証は以下の、 各学校で導入している。にもかのチャージは、IC カードチャージに対応した、券売機や、生産機、バスや、電車の運賃箱、駅や商業施設等に設置されているチャージ機、交通系、IC カードチャージに対応したレジのある、商業施設や、ビニエンスストア等で行うことができる。チャージ可能な金額は1000円以上2万円まで、1000円、単位。ただし、バス、 電車内では残高が1万1円以上の時はチャージ負荷となっている。なお、一部駅で運用している新型券売機及びチャージ機では10円単位でのチャージも可能。クレジットカード機能搭載にもモカで使用できる機能であるオートチャージについては、1日の限度額が1万円、1ヶ月5万円までチャージが可能である。2015年4月1日からは、 クレジットカード機能搭載にもかに限り、新型ポイント交換機で素早くチャージできるクイックチャージサービスがスタートした。2018年10月15日より、セブンイレブンや伊藤洋華堂などに設置のセブン銀行 ATM にてにもかを含めた交通系電子マネーのチャージも可能になった。各にもかにはポイント機能がついており、利用金額によってポイントが貯まる。 たまったポイントは、1ポイント1円換算で、SF、ストアードフェアとして使うことができる。電車、バス買い物、スターにもかクレジットカード機能搭載にもかのみ、クレジット利用、クレジットカード機能搭載にもかのみで、ポイントが付く。買い物の場合は、支払いがにもかではなく、現金やクレジットでも構わない、一部店舗は、電子マネー利用のみ。電車、バス利用でついたポイントは、 カードポイント、買い物クレジット利用で付いたポイントは、センターポイントとそれぞれポイントの種類が異なる。また、それぞれ加算率が異なる。カードポイントは、多機能券売機、バス車内等の各所で交換できるが、センターポイントに関しては駅窓口、定期券発売所、バス営業所、ポイント交換機のみでの交換となる。また、バス車内でチャージした場合は、 チャージした時点で、カードポイント分を自動的に交換する機能を備えている。各ポイントの有効期限は、冬予備翌年の12月31日まで。なお、ポイント付与の最1ポイント以下、少数点以下の波数は、切り捨てとなる。加算タイミングは即時。加算タイミングは翌日以降、にもか導入に伴い、時期式の定期券、回数券類の一部では、 発売が終了したり取扱い縮小が進んでいる。2016年3月23日現在、以下の IC カードとの相互利用、変利用を実施している。上記の相互利用の各カードを導入していても、全国相互利用サービスに非対応のため、にもかが使用できない事業者、路線が存在する、千葉都市モノレール、ピタパエリアの一部の事業者など、またグリーン車、 スイカシステムなどのようにニモカで利用不可能なサービスもある。相互利用の対象はストアードフェア機能と電子マネー機能に限られ、ポイントシステムは各社局とも対象に含まれていない。なお、相互利用のテストを兼ね、ベスト電気福岡本店では2009年3月からニモカに加え、守護カにも本対応している。 全国総合利用サービスに参加している各カードとも、にもかエリア内の全ての事業者、路線で使用可能である。ただし、上記のようにポイントシステムは、総合利用の対象外であるほか、西鉄、大分バス、大分交通、亀の居バス、熊本市電が実施している、にもかでの乗り継ぎ割引は、総合利用のカードでは利用できない。にもか、早川県、マナコに設定されている。 特割用、障害者割、引用 IC カードは、相互利用の対象外となっており、各カードのエリア外では利用できない。東海道、山陽新幹線のエクスプレス予約による、新幹線、JR 在来線の直接、乗り換え口での IC 乗り継ぎサービスは、守護エリアの博多、小倉の領域、及び水下エリアの首都圏、東京・熱海間、とかエリアの東海地区、 三島名古屋間、愛古家エリアの関西、山陽地区、前原広島間と東北、上越、北陸新幹線のうち、水下首都圏エリアの東京那須塩原、高崎間、同仙台エリアの郡山仙台、同新潟エリアの長岡新潟間、愛古家、北陸エリアの金沢駅の各在来線連絡駅で利用可能である。ただし各種 IC 乗車カードはいずれも原則として、 会社間及び同一カードの個別のエリア間をまたぐ利用はできないため、状況によっては利用できないこともあるため、事前に確認する必要あり。予定事項を含む表記は、支社名、営業署名とする、例、北九州、文字であれば、西鉄バス北九州の文字営業所のこと。また、本体は、その営業所が、西日本鉄道の直営営業所であることを指す。 無印は西鉄ストアはスピナはスピナマート。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。